はい、ということでこちらがですね、なんかモダンな感じですけども、5階のエレベーターホールになっております。はい、新しい感じありますね。はい、床もちょっと高級感があるカーペットになってまして、そのまま引き続き廊下のカーペットにつながっております。廊下ね、結構ね、縦長だからかな、すごくね、長い廊下になってます。でね、ちょっとね、このね、アートが飾ってあったりとか、なんかこのカーペットの雰囲気とか含めて、ちょっとね、メッツらしくない。なんか、スタイリッシュな感じ。さすが、新しくできたからかな。ちなみにですけども、こちらのですね、ルームキーは、こんな感じで、まあ、ホテルメッツのいつもの、ルームキーと同じになっております。今日泊まらせていただくお部屋は523号室ということで、チェックインの時に一度見たら一番端っこでお口のこちらでございます。はい、たどり着きました。はい、入ってみたいと思います。じゃん。はい、ということでこんな感じのね、なんかね、一部こう廊下がね、かき型になってますけど、こんな感じになっております。はい、入ってなんと床がフローリングなんですね。このところ廊下が面白い。で、途中からですね、ベッドルームのところの境がカーペットになってます。はい、入ってですね、左側の方にこういった形で、室内用のスリッパ、そして、全身鏡があってですね、木製のハンガーが6つ、ブラックの色があります。で、消臭スプレー、そしてですね、その下には、靴べらがあるという感じで、バッケージスタンドも置かれております。それからね、その先には、シャープのブラックのプラズマクラスターも置かれております。はい。ということで、お部屋、こんな感じでございます。じゃじゃーん。ちょっと奥に、こうやって回んないと、ベッドが落ちてないかな。はい。ということで、なんか面白い形ですね。で、やっぱり新しくて綺麗っていう感じがすごい第一印象でしょうか。スタイリッシュでございます。テレビ左側ありますが、テレビもでかいですね。はい、40インチありそうでございます。その下にですね、テレビ台があって、テレビ台のところにですね、こういった形で、ワンドアタイプのドメティックの、窓付きのですね、冷蔵庫、こんな感じですね。はい、あります。奥行きはそんなないタイプですね。それから右側に引き出しがありまして、一番上がこういった充電器とか入ってますね。はい。あとは、2段目がですね、電子ケトル。ちなみに電子ケトルは、この形、面白いね。ドリテックの白のなんか可愛らしいムーミンみたいなマークが入ってる電子ケトルです。そして、こういった形でガラスのコップが2つと、コーヒーカップ、これ、耐熱なんでしょうね。耐熱ガラス製のコーヒーカップが2つという形になっていて、操作はない感じでございます。一番下は何も入ってませんね。あ、金庫じゃないんだね。通常パターン的に金庫かと思ったけど。で、そのテレビライトはまた別にですね、ここに小さな、あれがあります。テーブルがありまして、このテーブル奥行きはそんなないんですけど、40か45ぐらいで、まあノートパソコンで軽く仕事するぐらいかな。椅子もね、簡易的な椅子っていう感じではございますが、一応こういったテーブルと椅子があるという感じになってます。クッション乗っかってます。ミナルウォーターも2つ見張ってサービスという感じでございます。はい。そして、じゃーん。ベッドがですね、なんかね、おしゃれな感じですね。下が空いてるこういった、マットレスのタイプになってまして、床はですね、こういった形でちょっとね、おしゃれな感じのスタイリッシュな、あれなカーペットになってます。このね、ヘッドボードのところもね、すごい木、ウッドで、ちょっとね、モダンな感じになってます。はい、ダブルサイズでしょうね。これはね、140センチだと思いますね。
そこにこういった形で、室内用の室内着、ルームウェア、これは上下セパレートになってますね。はい、セパレートのタイプのものが2つ置かれております。ここは極めてシンプルですね。ちょっと間接照明になってます。天井はですね、どうでしょう、245とかですかね。ちょっと気持ち低めかなっていう感じですかね。はい。そして窓のところがめちゃこうね、壁が大きくて、ダーンとこのね、カーテン、めちゃ長いカーテンかけられてますが、まあ窓は全面にあるわけではないと思うんですけど、ちょっと開けてみたいと思います。せーの、じゃーん。あ、ということでここはやっぱ壁でした。お、ただですよ。なんと、思ったより素敵じゃないですか。はい。ということで、みなとみらいの方が、ちょうど夕景で、ほんと美しい感じに見えております。いいじゃないですか。これは、こっち側ももう窓ないんだよね。だからこれ、カーテンもったいない、カーテンだね。ほら、ないもんね。はい。ということで、この壁のですね、ほんの一部、ここの部分がですね、窓になってるという感じで、ただ窓は、まあ、通常の角度言うとこうですけど、ちょっとベッドに横になったりすると、こういう感じでですね、港未来が見えるという感じになっております。眺望ですね。はい。駅のホームも見える。真下に見えるということで、さすがホテルメンツでございます。はい。ということで、こっちからですね、エントランスの方を見ると、こんな感じになっております。はい。なんかね、面白い形で、釘型、くの字型、L 字型とも言いますが、なっております。以上です。はい。そしてですね、入り口入ってすぐ右側のところにこういった形で木製の引き戸があります。これが水回りになってるって感じで、段差はないですね。はい。このまま、木の床が繋がってる感じになってます。はい。そしてですね、開けると左側に、トイレ。そして真ん中がバスタブだと思いますが、右側がこういった形でですね、洗面台となっております。はい。なかなかフローリングで、モダンな感じですね。トート社製のウォシュレット。それから、こちらの洗面台の方もですね、四角のこういったね、スカラベオですかね、の、洗面台。そして、この下の左側にあるアメニティ類は、1階のアメニティバーから持ってきております。お部屋にはですね、あらかじめあるのは、こちらのボディタオルと、歯ブラシのみというふうな形になっております。はい、いう感じですかね。で、ドライヤーはですね、パナソニックのヨニティです。まあ、タオルは普通ですかね。はい。では、今度は、この半透明になってるバス。これ、内開きなんですね。じゃーん。お、でもいいですね。ユニットじゃないんだってことでね。そっか。ユニットじゃないんだね、ここね。3点ユニットじゃなくて、いいんじゃないですかね。という意味では、こんな木製な感じのパネルになっていて、木目調か。で、バスタブ結構広めですし、こういった形でね、風呂桶と、風呂の椅子もちゃんと置かれてる感じです。アメニティ、トイレタリーはですね、いつものごとく、オリジナルですね。はい。3つのオリジナルになってます。シャワーとか、それからバスタブはトート社製になっております。以上です。これは、ここで鍵はかけられないのか、こっちの方で鍵かけられるんですね。この引き戸のところにですね、ごめんなさい。ちょっと今僕映っちゃうんであれですけど、こういった形で、ここで、鍵がかけれるようになってます。以上になります。今回泊まらせていただいたお部屋、スーペリアシングルルームというお部屋です。まあ、それのダブル利用という形ですね。ベッドタイプが140センチメートル幅のダブルサイズ。マットレスはシモンズ社製です。食事なすのまりで、広さが17平方メートル。料金がですね、税込み2名で17,900 円でした。まあ、今回選んだポイントはですね、築浅のホテルだというところと、ファインド横浜の割引の適用があったというところで、今回ですね、予約はヤフートラベル経由で予約をさせていただいております。ユッキーの、ここだけお得情報ですが、ホテルメッツはですね、メンバーになるとチェックアウト時間が通常11時のところ12時まで延長となります。かつですね、これは公式サイトからの予約じゃなくても、この、優遇が適用されるという形になっているのがいいかなというふうに思います。今回の部屋のイメージこんな感じになっております。正方形に近い形なんですけれども、まあ、ちょっとね柱とかアイテッドスペースがあったりはします。
523号室、東北向きの部屋、面積17平方メートル、天井高250センチメートルです。左上入ってですね、ここの廊下のスペースがね、ちょっと広くて、まあ無駄っちゃ無駄だし、余裕があるって言えば余裕があるんですけども、そこの奥の方にですね、ベッドがあるという形になってます。水回りはですね、バスとトイレが、セパレートになっているという形でございます。このプラン見ていただいても分かるように、ちょっとですね、窓ちっちゃめではあるんですけれども、まあ、ギリギリね、港未来が見れるという情報ではございました。SD ミルお部屋データです。まあ、今回のちょっと予約したのがこの横浜対応だったからかもしれない。ちょっとね、宿泊料金高めではございましたかね。ただまあ、新しいホテルだからか、Wi-Fi スピードは非常に早めでございました。まだね、開業してから2年6ヶ月のホテルになっております。客室のバリエーションです。はい、今回泊まらせていただいたこういったね、スーペリアシングルの他にもっとベッドが広いダブルであったりとか、あとはね、ツインなんかのお部屋もあるという形になってます。こちらのホテル、こんな人向け、ビジネス、プライベート、双方対応できるホテルですね。桜木町近くの地下朝のホテルを探している人に向いてるんじゃないかなというふうに思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。ホテルメッツ横浜桜木町はですね、JR 東日本のホテル運営会社であります。日本ホテル株式会社が運営しているホテルです。日本ホテルはですね、ラグジュアリーホテルから、まあ、例えばね、ステーションホテルみたいなラグジュアリーホテルから、こちらのね、ホテルメッツのようなビジネスホテルまでの幅広いジャンルのホテルの運営を行っていますけれども、ホテルメッツはですね、現在24件、のホテルがあるという感じになってます。ホテルメッツの特徴はね、駅からすぐの場所にあるということで、さすがね、JR の地の利を生かしているわけですけども、まあ、今回ね、紹介させていただくホテルメッツ横浜桜木町も、桜木町の駅から徒歩1分という立地になっています。まあ、1階にですね、おしゃれなレストランが入ったビルで、中に入るとね、いきなり蒸気機関車の SL が展示されているという形でびっくりするんですけども、ただね、まあ、ホテルメッツあるあるで、ホテルの入り口がね、非常にわかりにくくて、看板も地味なんでですね、なかなかこう、最初わからなくて2階まで登っちゃったんですけども、実際はですね、1階の左と奥の方の廊下の先にあります。フロントロビーですね、3階にありまして、ロビーにはアメニティバーだったりとか、ウェルカムコーヒーが置かれている感じになってるんですけども、結構ね、ソファーとかもあって、照明もね、スタイリッシュな感じで雰囲気を、フロントロビーでしたね。まあ、ホテルメッツはですね、これまで5件ほど泊まってるんですけども、新しいものとね、古いものとでやっぱりね、結構落差があるなという感じで、まあ、今回のはね、まあ、やっぱり築浅なんで、廊下を含めてね、とても綺麗な感じでしたね。はい、それではですね、ホテルメッツ桜木町のベッドチェックになります。こちらのベッド幅が 140cm のダブルサイズ、長さが195、高さがですね、59cm ぐらいとちょっと高めですかね。はい、今日のルームウェアです。こんな感じでですね、上下セパレートの、しかもペナペナじゃない、ちょっと何、綿っぽい感じのですね、着やすいルームウェアになってます。ではちょっと倒れ込んでみたいと思います。せーの。あ、思ったよりでも固めの、あれですね、マットレスですね。もう一回いきまーす。せーの。わお、硬い感じです。お部屋の方もね、非常にスタイリッシュなインテリアで、ダブルベッドと机と椅子があるという、まあ、シンプルなレイアウトではあるんですけども、いい感じでございましたし、ちょっとね、廊下のスペースがもったいない感じはありますけれども、水回りもね、バスとトイレが別なのは良かったです。窓は小さめなんですけども、ギリギリ港未来が見える眺望で、夜なんかね、結構ね、照明というかイルミネーション綺麗でしたね。ホテルメッツはね、アメニティが充実していて、入浴剤も豊富なんでですね、まあ、ゆっくりお風呂に浸かることができました。朝食はですね、1階のレストランでビュッフェ形式で食べることができるようでございます。まあ、今回ね、朝食は、食べませんでしたけどね。雪材でございます。さすがね、ホテルメッツ駅ビルっていうのをメリット生かしてるわけですけども、特にこちらの建物、なんか名前がついてるんですよね。シアル桜木町アネックスという名前がついてるビルのようで、こちらのね、ビルの中には、1階にね、レストランと、それからそういったね、SL が飾ってあったり、あと成城石井もありましたね。2階にスタバが入っているっていう感じで、結構ね、吹き抜けな空間になっていて、なんかこう、やっぱりね、ビルとしての付加価値が出る感じはありましたかね。
ゆきのレビューです。はい、お部屋、設備品は一通り揃っていたので44、水回りは、まあ、バスとトイレはね、分かれているのは良かったんですけども、まあ、トイレと洗面台のスペースは一緒だというところで3とさせていただいております。サービスの方はですね、結構アメニティ充実していたり、スタッフの方も丁寧で、ウェルカムコーヒーもあったんで4とさせていただきました。環境眺望はね、駅から近くて、まあ、眺望も、今回の部屋、そこそこあったということで、4とさせていただいております。良かった点、残念だった点、ここに書かせていただきました。まあ、シンプルに書かせていただきましたが、ロケーションいい、スタイリッシュである、アメニティが豊富、大型のスマートテレビであると、43インチでしたかね。残念だったのはですね、ちょっとね、マットレスがね、同じシモンズでもいろいろパターンあるんですかね、かなりね、硬くてね、夜中何回か起きてしまったというところがございました。はい、ということで総合満足度今回は A とさせていただきました。まあね、ホテルメッツ新旧でだいぶ印象が違うんですけども、こちらは、とても綺麗でスタイリッシュでございました。ウェルカムドリンクとかね、ミニバーもあって、テーブルも多くて部屋も快適だったかなという感じでございます。まあ唯一ネックだったのはさっきのねベッドぐらいかな。おところでございます。今回ねちょっと悩んだんですけども、一応妥当とさせていただきました。今回の料金ぶっちゃけ高いんですけども、同じ日他のサイトで、通常予約するとね結構もっと安く1万、2000円ぐらいかなで予約できたりするんで、まあちょっとこういったね、ファインド横浜対応でちょっと高かったのかなということを考えて、近隣ホテル総合を考えるとまあ妥当かということで、次のページのこの金額 12,299 円というのは、この日の他のサイトで予約した場合の金額を書かせていただいております。20と書かせていただきました。まあ、安いのからね高いのまでいろいろあります。興味のある方、動画の説明欄に、各ホテルのリンク記載されるので参考にしていただけたらと思います。はい、まずですね、朝食ホテルじゃなかったんで、近くでですねちょっとパン屋さん美味しそうなとこあったんでそこに行ってまいりました。ちょっとね読み方すごく難しいんですけども、省略して、ベンヘルって言うんですかね、ベンハーっていうのか、はい、いうお店です。なんと精肉屋さんが運営しているってですね、ちょうどね大通り挟んで向かい側にここの精肉屋さんがありましたけども、やってるハンバーガー屋さんがね、非常にスタイリッシュなパン屋さんで、こういったね凝った形で具もね詰まってて、価格も結構リーズナブルでね、お客さんひっきりなしで来てましたね。基本イートインコーナーもないんですけど、外にねちょっとねテラス席みたいなのがあって、そこで食べることができたので、そこでコーヒーと一緒にいただきましたが、とても美味しかったです。あとはですね、ちょっとねラーメン食べたくなって、ランチは、この淡麗ラーメンっていうところに行ってまいりました。すいません、読み方わからないですここでねこういったねキノコ香る塩ラーメンとですね淡麗醤油ラーメンっていうのをいただいて、はい、ここもね並んでましたね、美味しかったですね。上品な、ラーメン屋さんという形でございました。はい、ということでホテルメッツ横浜桜木町を紹介させていただきました。それではまた。